ポップインアラジンは、ポップイン株式会社が販売する、プロジェクター、スピーカー、LED シーリングライトが一体となった、3-in-1 ス,スマートライトである。世界初のプロジェクター付きシーリングライトと称している。ポップインアラジンは、ポップイン株式会社の代表取締役、デイトーにより開発された。3人の小さな子供を持つほどは、家の中で子供たちの感性を育て、 世界観を広げる方法を考えていたところ、自宅の壁に貼ってあった学習ポスターに着目する。学習ポスターは見たい時に見られる情報の自然な接触方法であると思い、ほどは紙のポスターに変わるものを作ろうと考えた。紙のポスターのように自然に接触できる情報空間を実現させるためにはプロジェクターが最適だと考え、 複数のプロジェクターを購入して自宅へ設置してみたものの給電方法、設置場所、子供との接触頻度などが課題となり求めている環境は実現できなかった。蒸気の課題を解決する手段としてほどが注目したのが天井の引き掛けシーリングである。ほどは天井から給電するプロジェクターを搭載した IoT シーリングライトのアイデアを考案して自宅で 試作機の開発を始める。また、シーリングライトとして利用するにあたり、子供と一緒に過ごす寝室に設置すれば寝る前や、起床後に利用できると考え、寝室への設置を前提に開発を繰り返し現在の形に近づけていった。開発当初は子供たちと自宅で楽しむために、プライベートで自作したプロダクトだったが、 子供の世界観を広げられるようなコンテンツを親子で見たいニーズは高いと考え、正式に商品として販売しようとほどが会社に提案したことで商品化が決定した。以上のような開発経緯から家族と過ごす寝室を豊かな情報空間に変えることをブランドコンセプトにしている。商品化にあたりブランド名はポップインアラジンと名付けられた。この名称はまるで アラビアンナイトに登場するアラジンの魔法のランプのような体験をもたらすことに由来している。2017年10月からクラウドファンディングサイトのキックスターター幕開けで支援金を募ったところ合わせて9200万円を超える支援金を獲得。幕開けでは当時歴代4位となる支援金額を達成した。2018年4月。 バイオ株式会社とパートナー契約を締結。長野県安住野市にあるバイオ自社工場で製品の最終組み立て工程、出荷前検査を行っている。2018年11月1日に大手量販店、アマゾンで発売を開始した。2018年度グッドデザイン賞を受賞。キッズデザインアワードを受賞。オールアバウトが選ぶ、家電アワード2018で、 LEDC リングライト部門を受賞している。2019年3月21日放送のテレビ朝日のバラエティ番組アメトーオークの3時間スペシャルアメトーオークゴールデン3時間 SP 春の新生活応援家電芸人でチュートリアルの得意をしざねに紹介された得意のプレゼンを見た雨上がり決死隊のホタル原通はやりよったおもろいのやりよった 同じく雨上がり決死隊の宮迫博之は映像きれいやな、などと評価している。プレゼンで、得意は、フォトメモリーズの機能を使って、愛病のミコライオとスピードワゴンの小沢和孝の写真を投影した。それに対し、品川正治の品川優は、思い出、猫と小沢しかないじゃんと突っ込んでいる。2019年6月21日に開催された事業報告会にて、 累計販売台数が2万台を突破したことを発表。同日、ユーザーに ID を付与するアラジン ID をスタート。ID 登録を行うことで、会員限定のお得な特典を受けられたり、ポップインアラジンの有料課金サービスを利用することが可能になった。さらに、ヒーリングレーベルのデラとの業務提携、ナショナルジオグラフィックと映像配信サービスの ユーネクストとのパートナー提携も発表した。2019年7月3日放送のフジテレビの本間デッカ TV で番組 MC のアカシアさん前の64歳の誕生日祝いとしてゲストの山本舞香からアカシアさんまにポップインアラジンが送られた。山本の商品説明を聞いたアカシアさんまはこれすごいな、何でもいけるんやと評価。 出演者のマツコデラックスも、すごい良いと思う、これへとコメントしている。ポップインアラジンは、Android OS を搭載しているが、Google Play Store からアプリをインストールすることは、できない。開発者のほどによると、スマートフォンのようにタップやスワイプで操作することを前提にしたデバイスではないため、Bluetooth リモコンで操作できるコンテンツだけ採用していると述べている。2019年7月現在、 搭載しているアプリは以下の通りである。本節ではシステムソフトウェアのバージョンについて記す。ありがとうございます。